おはようございます。葛西のオペラシティにやってまいりました。向こうの方には新宿の副都心が見えます。結構近いですね。駅の周りには取り立てで何もありません。これがオペラシティの50何とか階建てのビルです。その隣には、いわゆる電電公社、最近でいうとこの NTT があります。その間を走っているのは高速道路ですね。多分ですけど、こうして見ると都会のジャンクションはすごいことになってますね。これが初台のあたりにあるジャンクションです。どういう構造になっているんでしょうか。こちらがいろんな映像でよく使われているオペラシティの、なんちゅうんでしょう、階段のあたりです。こちらに見えるのが劇場がある方の、ビルですね。池みたいになってます。国立劇場の看板がありました。そしてこちらが新国立劇場の入り口です。6月21日ですが、今日は何にもやってないんですかね。よくわかりません。ここがオペラシティのビルの中庭みたいなところにある巨神兵がいる庭、中庭です。今巨神兵は何かを食べているようなので、もうそろそろ本格的に動き出すんではないかと思います。以上、初台レポートでした。初台のオペラシティレポートでした。